公益財団法人参考文化研究所付属参考図書館は東京都港区芝公園にある私立図書館である。本校では前身にあたる財団法人大橋図書館についても解説する。1964年に増上寺と西武鉄道が共同で設立したインド学、仏教学に関する研究調査を行う公益財団法人参考文化研究所の 付属図書館であり、宗教、仏教関係者の専門図書館としての性格を持つ。その一方、1953年に閉館した大橋図書館の急増書18万冊余りを受け継いで設立されたという経緯から、総合図書館としての性格も併せ持っている。大橋図書館は、博文館創立者の大橋佐平、慎太郎夫氏が1902年に設立した私立の 公共図書館であり、その旧蔵書には、江戸時代の版本、写本や近代の児童書、学習参考書、博文館の発行雑誌など、多数の寄稿本が含まれている。また、戦時中の言論出版統制の中で、閲覧禁止処分を受けた、検知津本本1,189冊も含まれている。国際子ども図書館児童書総合目録の参加官の、一つである。 三安氏について、増上寺保守で三考文化研究所所代所長を務めた、市を勉強は、中国では、受動物三教と言い,い、日本では、真珠物と言い,い、また三国仏教というところから、三安氏の名を定めた、と説明している。他に、増上寺の三号、三縁山の三と、増上寺が、徳川将軍家の菩提寺であったことから、 徳川家康の安氏を取って付けられたものとする説、徳川家康ではなく包み安次郎の安氏だとする説もある。年に1回程度、ロビーにおいて立ち蔵書を利用したミニ展示蔵書紹介を行っている。蔵書のインターネット検索は可能だが、2016年末の時点では検索できる資料は全体の約29%に過ぎないため、カード目録。 冊子目録を併用する必要がある。旧大橋図書館、蔵書18万冊自体が一大コレクションを構成している。戦前の児童書、絵本、雑誌を多数所蔵しているほか、大衆文芸書などの読み捨て扱いされた本やパンフレット類なども廃棄せずに所蔵しているのが特徴。旧大橋図書館蔵書内の特殊コレクションとして以下のものがある。 旧大橋図書館蔵書以外のコレクションとしては以下のものがある。本館の前身となった大橋図書館は1902年に当時日本有数の出版社であった博文館の創設15周年記念事業として博文館の創立者である大橋佐兵、新太郎夫氏が設立した私立の公共図書館である。大橋は創立者の姓に由来する。目黒区立大橋図書館とは 無関係である。麹町時代1887年に白文館を創設した大橋佐平は、1893年に欧米を視察した際、文化施設としての図書館の重要さを認識し、石黒忠則、上田和都市、田中稲荷らの協賛を受けて、図書館の設立を計画した。大橋は、白文館創設15周年を迎える1902年に、 計画を公表する予定だったが、遺願を発表したため、1901年2月、図書館設立の趣旨を発表し、文部省に寄付金12万5千円を持って、図書館設立のための財団法人設立を出願した。なお、この趣旨は、当時博文館社員だった高山貯牛が寄贈したものとされる。しかし、 大橋佐平は計画公表から間もない1901年11月に死去し、事業は佐平の子で2代目社長となった大橋慎太郎に受け継がれる。なお、大橋佐平は死去1月前に定めた、加盟大橋とも全会規約によって、財団法人大橋図書館については、大橋への子孫破壊財団法人の協議員と、共に永遠に、その体制をすべしとしていた。 図書館は、麹町築城6番町44番地の大橋や、指定内に設立された。開館時の建物は、建つ約112坪。本館は、木造2階建てで、2階に普通閲覧室、1階に、新聞雑誌閲覧室が置かれていた。2階には、女性専用の婦人室も設けられていた。また、書庫は、レンガ造り3階建てで、15万冊が、 収容可能とされていた。1902年5月25日、大橋沙太郎は財団法人大橋図書館の設立を出願し、6月11日に許可された。大橋図書館は、博文館創設15周年となる6月15日に開館式を開き、20日より一般公開を開始した。初代館長には石黒忠則、主事には 伊藤平蔵がそれぞれ就任した。設立当初の役員は以下の通りである。東京における公共図書館としては帝国図書館、帝国教育会図書館に次いで古い。なお、日本初の私立図書館とされることがあるが、誤りである。目録には、留意重心分類法が採用された。開館時の規則では、利用資格は満12歳以上、有料制で、 図書は一回金三千、雑誌は一回一千五輪、閉鎖式で資料の考え持ち出しは禁止されていた。休館日は年末年始、各月末の館内整理日、期限節、図書館設立記念日、爆書期、店長節と定められており、それ以外は、土、日祝祭日も、開館となっていた。開館時間は季節によって異なり、例えば一月は九時から十六時。 7月は7時30分から17時となっていた。1903年8月1日より下記において雑誌閲覧室に限り21時までの夜間開館を実施。閲覧者は初年度は1日平均198.1人であったが、1911年度には286.8人に増加した。1903年度から 小学閲覧券発行を開始し、成績優秀な児童に対する無料閲覧制度を開始した。1911年1月からは考え貸し出しも始めている。1903年8月、日本文庫協会が大橋図書館において第1回図書館事項講習会を開催した。これが近代日本における図書館学教育の始まりとされている。 1907年9月、伊藤平蔵主事が新設される東京市立日比谷図書館の主事に転出したため、博文館編集局長で理事研究議員の坪谷善志郎が第二大主事に就任した。だが、坪谷は博文館の職務で多忙だったため、市所見書記の横田文次郎が実務に当たっている。なお、日比谷図書館は東京市会議員でもあった。 坪谷の県議によって設立されたもので、大橋図書館から様々な形で影響を受けている。1917年9月6日、石黒が館長を辞任、坪谷善史郎が第二大館長に承認した。1922年7月1日、鳥熊一郎が主事に就任。休断した時代会館当初2万5千冊余りだった、蔵書はその後順調に増加し、 1923年8月末までに88,304冊に達していた。ところが、同年9月の関東大震災によって、感謝が全焼し、蔵書のほとんどすべてが失われてしまう。この時、博文館が創業以来発行してきた、図書、雑誌をはじめ、帝国文庫書集の記病紙などの原本、小崎紅葉、大橋音は、寺田祐吉の急蔵書、 黒井定次郎からの寄贈書などが失われている。これによって図書館は存亡の危機に立たされたが、大橋慎太郎の強い決意によって再建が決定された。これより先、上六番町の館社が手狭になっていたため、1922年11月、移転地として、麹町区飯田町一丁目六番地を決定。 1923年7月までに土地の買収と立ちの寄交渉を完了していた。この休断した後に1925年から1926年にかけて新館が建設された。清水組の施行で本館は地上3階、地下1階、書庫は地上5階、地下1階で20万冊が収容可能とされていた。1926年6月15日。 創立25周年記念日に復興建築落成披露会を開催6月20日より再収集した約4万冊の蔵書をもって一般閲覧を再開した。1927年11月23日、鳥居主事が死去。1928年1月、日比谷図書館長今沢次会の圧戦で竹内前作が主事に就任。 竹内は1929年より、留意中心分類法に代わって、独自の分類法を採用している。1930年11月、自動室を復旧し、学齢前からの自動入館を認める。1939年、新職を増築し、約25万冊が収納可能となった。利用者数は1942年度が、 ピークで年間317,873人、利用者数538,630冊に達している。増書数は1944年度に九9百1 2 2冊に達した。利用者数が多かったのは暖房などの設備が良かったためだという。1944年5月5日、大橋慎太郎が死去、財産は長男で、 白文館社長の大橋真一が相続した。ついで7月6日に、坪谷館長が辞任。8月23日に、竹内主事が退職。吉谷千吉が第三代館長に就任するが、終戦直後の1945年9月13日に死去した。その後、主事の大谷誠一が1948年11月13日に、図書館長に就任しているが、 翌1949年11月20日に辞任している。太平洋戦争での直接被害は受けていないが、職員不足などのため夜間会館の停止や臨時休館の増加などの影響を受けている。戦時中、私立図書館では閲覧禁止図書は没収されることになっていたが、竹内主事がカードを抜き、本を隠して没収を免れようとしたという。それでも、 竹内主治退職後の1944年9月4日に、不良書329冊を没収されるなどしている。なお、戦後も GHQ によって、中国、満州、朝鮮、沖縄の地図が没収されることになり、1946年3月に、満州国地、明大辞典など29点と、参謀本部地図746枚を没収されるなどしている。 新宿若宮町時代戦後、博文館の解体によって、大橋図書館は、存亡の危機を迎えることになる。1947年1月4日、博文館が、公職追放令該当団体に認定された。10月には、博文館が廃業届を出し、11月22日には、大橋新一が、公職追放の対象者となった。また、戦後のインフレによって、 財団の基金が実質的に消失してしまったことも経営危機を招いた原因として指摘されている。その後、図書館の規模を縮小させ、館社の賃貸収入によって経営を図る方針となり、1948年8月15日から芸術、文芸、歴史に集中した専門図書館となった。ところが1949年9月、館社が 日本銀行に売却されることが決まり、9月8日をもって休館した。9月22日、日銀に館社が引き渡される。なお、この休館社は、その後日本武道産銀行に譲渡されている。当初は大橋野倉庫のある三番町に移転する予定であったが、11月10日、大橋新一の移行で、新宿区若宮町38番地にあった。 大橋新一の指定への移転が決まる。1950年3月3日再開。個人宅のため図書館としては使い勝手が悪く、地下書庫は湿気も多く、良い環境ではなかったという。またこの際、雑誌類5447冊が処分されている。ところが、1950年12月15日付、読売新聞が大橋新一による、 財団法人大橋図書館の財産横領疑惑と東京都教育庁が図書館に自発解散勧告を突きつけたことを大きく報じ図書館の経営危機が表面化した同記事によれば8月に行われた都教育庁による財産検査で休館者売却費5600万円のうち4200万円が使途不明となっているなどのずさんな経営実態が明らかとなり さらにその後、問題の5600万円を大橋真一が財団に無断で持ち出していたことが発覚した。事態を重く見た、都教育長は、大橋家が図書館の運営能力を失っていると判断し、蔵書の散逸を防ぐため、12月11日に自発的解散を勧告した。その後、蔵書の引き取り手として、毎日新聞社、日本大学、 日比谷図書館などの名前が上がるが、いずれも立ち消えとなっている。このまま閲覧は続けられており、1951年4月20日には図書館法による公立図書館の無料化に合わせて閲覧料を無料化している。1952年11月、西武鉄道の堤康次郎が買収を打診。1953年1月、 大橋図書館存続のため可能給朗を委員長とする大橋図書館振興委員会が設立される。1953年2月17日、図書館の経営権が西武鉄道に譲渡され、この日が最後の開館日となった。2月19日閉館。当初は身売りと移転に伴う一時的な閉館とされていたが、結果的にはその後、 再開まで13年半もかかることになる。閉館のきっかけとなった大橋新一による基金持ち出しについての詳細は明らかになっていない。経理上は1962年度になって前年度に根津育英会から寄付された4863万余円を持って総裁することで解決されている。豊島園での再開計画当初、西武鉄道では 豊島園内の施設を改修して、図書館に当てる計画で、1953年4月上旬には、再開される見込みと報じられていた。しかし、翌1954年2月の時点でも、堤康次郎の衆議院議長就任や西部百貨店の拡張事業などのために資金繰りがうまく、行かず、再開できないと報じられている。1954年4月13日、 財団事務所を豊島前園内に移転。芝公園地紛争と参考文化研究所の設立、参考文化研究所設立のきっかけとなったのは、芝公園の土地をめぐる西武鉄道と増上寺の紛争である。芝公園地一帯は、江戸時代には増上寺の寺寮であったが、明治4年1月5日の社寺業上地令により、国有地となり、 そのうち徳川家墓地所27,080坪のみが、明治4年9月の東京布告時によって、徳川家に払い下げられていた。1948年、増上寺は、境内地を、国から無償で常与される。一方、西武鉄道は1950年から数回に分けて、徳川宗家同主、徳川江正から、徳川家の土地を、ホテル建設用地として買収した。ところが、 この際、西武鉄道側が、徳川化粧有地27,080坪のうち23,349坪を買い取ったと主張したのに対し、関東財務局と増上寺は、徳川化粧有地の実面積は22,233坪だと主張した。すなわち6,847坪分の食い違いが生じたのである。この原因は、 関東財務局による国有財産の管理がずさんで実測が行われていなかったためだと推定される。1954年6月、西武鉄道が駐車場の建設工事を開始し、増上寺川がこれに抗議したため、問題が表面化する。1957年7月9日、西武鉄道社長、小島章二郎、徳川家正、増上寺保守。 市を勉強の三者による和解契約書が交わされた。合意の内容は、西部の土地を芝公園1号地と3号地、増上寺の土地を2号地にそれぞれ集約すること、西部が国際観光ホテルを建設すること、紛争になっていた土地を文化施設して共同利用することとし、共同で財団法人参考文化研究所と幼稚園、小学校を経営する。 学校法人参考学園を設立することなどであった。財団法人と学校法人の設立にあたっては土地使用権を増上寺、建設資金を西武鉄道がそれぞれ提供し、両社から同数の理事を出すと定められた。しかし、西武鉄道と増上寺の相互不信のため、財団法人の設立は大幅に遅れ、実際に設立されたのは7年後であった。 なお、学校法人の設立は、その後立ち消えになっているが、理由は不明である。この参考文化研究所設立のため、旧大橋図書館蔵書が利用されることになったのである。1957年8月11日、芝公園2号地2番地に参考文化研究所が設立され、大橋図書館は、その付属図書館となることになった。11月22日、 財団法人大橋図書館は財団法人参考図書館と改称し、翌年1月から芝公園の研究所本館に大橋図書館急増所の搬入を開始した。1959年12月25日、財団事務所を豊島園内から参考文化研究所内に移転。1960年3月、図書館書庫が完成する。財団法人申請前にもかかわらず、 西武鉄道が準備を急いだのは、ホテル着工の条件を整えるために、規制事実を作るためだったと言われる。1964年6月15日、財団法人参考図書館は、解散を決議。6月30日、参考文化研究所が、財団法人の認可を受ける。9月1日、財団法人参考図書館の残余財産が参、公文化研究所に引き渡される。 この時引き継がれた資料は18万603冊であり、旧大橋図書館蔵書のほとんどが散逸せずに引き継がれたことになる。11月13日、開所式。所長には、C を勉強、研究指導員には、中村元ら、在室研究員には、石上義あたる、小野康弘、峰戸朝日雄がそれぞれ就任した。なお、堤宮鈴次郎は、同年4月に没している。 開館後1966年10月12日、財団法人三考文化研究所、付属三考図書館が開館した。1979年4月10日、増上寺の経内整備計画に伴い、芝公園4丁目7番4号に新設された名称会館に移転。2013年4月1日、公益法人制度改革に伴い、財団法人三考文化研究所は、 公益財団法人に移行した大橋図書館に関するカテゴリー参考文化研究所に関するカテゴリーありがとうございます。